トーマス・ジョン・ライアン・ジュニアは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。名誉勲章受章者。平時の行為における名誉勲章受章者の一人で、1923年の関東大震災において人命救助を行った行為により受章した。第二次世界大戦では、ソロモン諸島の戦いで日本艦隊と交戦し、大戦終結後には、 公務官として日本が絡んだ事案に関わった。トーマス・ジョン・ライアン・ジュニアは1901年8月5日、ルイジアナ州ニューオーリンズに生まれる。チュレーン大学を経て海軍兵学校に進み、1921年に卒業を。卒業年次からアナポリス1921年組と呼称された。アナポリス卒業後、ライアンは候補生を経て上位に任官し、 軽巡洋艦、セーラムに配属。以降、駆逐艦、全員旧誕艦、アバレンダーに上艦した。1922年11月、ライアンは日本語習得を目的とする部官として、アーサー・マッカラム少尉と共に、東京の日本大使館に派遣され、翌1923年6月に中尉に昇進した。クーリッチ大統領から名誉勲章を授与される。 ライアン1923年9月1日、関東大震災が発生。この日のライアンは横浜にいた。ライアンは我が身の危険を顧みず、震災で東海炎上したグランドホテルに入り、スラック夫人を救出した。この行為が突発的な英雄的行為と評価され、ライアンに名誉勲章が授与され、ライアンは1920年から1940年から、 戦艦期の間に名誉勲章を受章した18人の一人となった。1924年3月15日、帰国したライアンはカルビン・クーリッチ大統領から名誉勲章を授与された。帰国後はホワイトハウスに詰めて大統領補佐官、紹介ヨット、メイフラワー駆逐艦、ブルース勤務を経て1927年に中尉に昇進した。1928年夏、 ライアンはワシントン DC の海軍省法務局で部長職を務め、後にジョージ・ワシントン大学で法学志望を取得した。1931年7月には戦艦アリゾナに配属となり、その後は海軍大学校のジュニア課程に進んで1935年6月に区終了。ロードアイランド州。 ニューポートの海軍訓練施設勤務を経て1936年6月からは、戦闘艦隊補佐官及び旗流担当士官となり、少佐に昇進後の1940年1月には、駆逐艦、ヘール艦長となった後、ワシントンに戻って、海軍作戦部艦隊運用保守部門のトップを務め、1941年7月に、中佐に昇進した。 真珠湾攻撃後の1942年6月、大佐に昇進したライアンは、第24駆逐軍司令、ついで第21駆逐軍司令となる。ライアンは、駆逐軍を率い、ウィリアム・ハルゼー大将率いる南太平洋軍に、属してソロモン諸島の戦いに加わった。1943年7月12日夜から13日に、起こったコロンバンガラ島沖海戦では、 ボルデン・エル・エインズワース少将を率いる第36.1任務軍の後衛として海戦に参加したが、指揮下の駆逐艦、グウィーンが巡洋艦軍の前を乱した挙句第2水雷戦隊の雷撃で沈没する損害を受けた。1ヶ月後の8月17日には第21駆逐軍第41駆逐隊を率い、ベララベラ島への輸送を援護する第3水雷戦隊と交戦する。 海戦では、苦戦特務艇2隻と大発動艇1隻を撃沈し、駆逐艦、浜風と磯風に命中弾を与えたが、決定的な海戦とはならなかった。ライアンは6月30日のレンドバ島攻撃及び7月のベララベラ島近海の戦闘が評価され、海軍十字章を2個受章した。この後、ライアンは中部太平洋戦線に移り、 レーモンドス・スプルーアンス中将を率いる第5艦隊の第5水陸両用船部隊のスタッフとなってギルバート諸島攻略のガルバニック作戦に参加した。ライアンの第二次世界大戦での水上勤務は第5艦隊がハルゼーの第3艦隊と交代した1944年8月で終わった。本国に戻ったライアンは1946年初頭までアナポリスで兵器と 法律担当部長を務めたが、その間、法務官の資格を持って一つの軍法会議に関わることとなった。九百四十五年七月三十日、従順洋艦、インディアナポリスは以後第五十八潜水艦の大撃で沈没し、艦長だったチャールズ B、マクベイ賛成大佐は、巨来の回避に有効と言われるジグザグ航行を、怠った点と体艦命令を出す時期を逸した点を、 罪とされ、軍法会議にかけられた。ライアンは一期上の幕兵とは25年来の付き合いであった。承認としてワシントンに呼ばれた橋本持ちすら中佐によれば、ライアンは検事として軍法会議に参加しており、承認尋問の下調べを行った。軍法会議とアナポリスでの職務を終えた後、1946年3月には、軽巡洋館、 プロビデンス艦長となった。同じ年の12月には、ニューオーリンズの第8海軍区監督官に転じガルフ地区部隊海上輸送部隊副司令官が最後の職務となった。1950年6月、ライアンは少々に名誉昇進の上、退役した。ライアンは1970年1月28日に68歳で、亡くなり、アーリントン国立墓地に埋葬されている。 名誉勲章勘定1923年9月1日、横浜のグランドホテルで英雄的な行為により女性を救出した。この日、ライアン上位は、彼は自らが取った英雄的行為によりアメリカ海軍に対する最大の信用を具現化した。日本の海軍兵学校の卒業年次に換算すると鹿岡園平原ため一 うちの信ジらを排出した49機に相当する。海軍兵学校卒業生一覧49機参照。後に第7艦隊情報参謀、CIA 海軍関係管理部長。日本語習得を目的として、武漢を2年間派遣する制度は1910年から始まり、エリス・エムザカラヤスやエドウィン・レイトンなどといった日本通話。 基本的にこの制度による派遣を経験している。名誉勲章勘定では、グランドホテル、横浜、ジャパンと記されており、ここでは、ホテルニューグランドの前身とも、伝統的な建築様式で建てられた高級ホテルの、型でのグランドホテルとも解釈できる。ありがとうございます。